これだと自然エネルギーの吸収が早い。ナルト、螺旋岩に戦術を加えてくれ。オーケー、行くぞ。螺旋岩、今度はガードされちまった。よし、なら次はこの美獣玉に戦術を加えてやるってばよ。そっちのクラバも協力してくれ。そう来なくっちゃね。これが今のナルト、これほどのチャクラを完璧に。10秒吐き出しやがったのか。気をつけて、嫌な感じだ。やばかったってのバカ野郎、この野郎。しかまる。おい、やべえじゃねえかよ。親父、すまねえ。どうやらすぐにそっちに行きそうだ。忍びは終わりだ。待たせたね、15にサスケ。来たか。もう終わりだ。こんなことならいっそ最初から。ナルト、もう終わりか。俺は行く。俺たちがやってきたこと全部分かったことになんかできねえんだよ。ナルト頼むよ。戦術サノってとこかしら。そして渦巻きナルト、バカで甘く綺麗事を大声で口にするガキだ。なぜだか皆に好かれ頼りたくなる。我らは広がって指揮を取るぞ。そして忍び連合の最大の力を引き出す。合わせる。それが我ら五影の本来なすべきことだ。サン、おじい様、すまぬ。だがおじい様の思いと夢かれー。行くぞお前ら。オーケー、さあみんな行くわよ。ナルト、お前は今まさにこの世に必要とされる存在になった。そろそろ行けるか。渦巻きナルト、今お前が皆を一つにしている。先を行くぞ。侍の手をされるな。続け。四代目、お前とナルトのチャクラのつながりを。いいでしょう。今はほんの少し思い出しましょうか。わしの瞬身の術で危険な奴は逃がしていく。これはありがたい。これが回復エリアですか。
なぜ起き上がる。お前は何のために戦っているというのだ。仲間にはいずれ裏切られる。里の者もサスケもお前を裏切ってきた。積み重なる苦しみがいずれお前を変えていく。こんな世界のためにもう戦う意味はないはずだ。そうまでしてなぜ戦う。自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからだ。次で決着をつけるぞ、ナルト。眠るのは明日、夢は自分で見える。大きく開いた地獄の穴を月の夢が埋めてくれる。この剣は陸道仙人の神剣、布ぼこの剣だ。仙人はこの剣でこの世界を創造した。あいつが呼んでる。仙人の力が貴様らを止める。人は人一倍頑張るやつを見ると自ずと手を差し伸べたくなる。螺旋丸はみんなに託す。うまくできるかな。大丈夫。そしてその仲間で満ちた心を持つ者は私のチャクラを掴んでください。せーの。やめろ。でも本当は俺と一緒でおかげになりたかったんだ。何なんだ一体。言ったろ、絶対その面引っぺがしてやるってよ。おかげになるやつの近道はねえし。けどみんなを巻き込んでお前の道をこのまま突き進むのは許されることじゃねえ。強がって自分を隠すなんて。お前こそこっち来い。今までの道に後悔もない。木陰の自分なんか想像すんな。リンが見守りたかったのはウチハオビトだ。みんなの力を。リン、俺たちを本当に助け上がるとはな。オス、こいつは確か。カカシ、カカ先生。チャクラを引っ張り合った時、君の心の中を見せてもらったよ。オビトを本当に理解し、友達の君だと思うよ。カカシ、ナルト、お前たちと連合は初代様のサポートへ行ってくれ。リンは医療忍者として君たち二人を必死に守ってた。でもそうさせてしまったのは俺の責任。リンは俺にとっての唯一の光明だった。マダラになり変わって世界を歩いたが何もなかった。確かにお前の歩こうとしたのも俺だってこの世界が地獄と思ったさ。でもはっきりとは分からないが目を凝らしてみようとはしたんだ。それがナルトだってのか。俺とナルトは何が違う。あいつが道をつまずきそうなら俺が助ける。あいつは自分の夢も現実も仲間を引き寄せる。つまずきそうなら助けたくなる。そこが違うのさ。